これで配信をされてるのか、インスタライブ3回目とかじゃないだろう。多分マジで全然やってないもん。されてる。あ、よかった。インスタライブ多分私人生で3回目ぐらいじゃないですか。皆さんこんばんは、どうも見えてますか。こんばんは、お久しぶりです。ちょっと待つか、ちょっと待ちましょうね。もう相良さんの自分の携帯でやってるからつぶやけないんで、皆さん拡散してください拡散してください。つぶやけないんで、おお、ありがとうございます。こんばんは、見えてるかな、見えてる。あ、そう、だいぶ戻ってきました、声。どうでしょう、だいぶ。てか皆さんご心配おかけして本当すいません。だいぶ復活してきました。昨日はちょっとまだねできてなかったんですけど、日に日に良くなってってます。はい、日に日に良くなってってるんで、このまま完治を目指したいところです。どうもこんばんは。皆さんどうですか、8月何しました急なやつ。良くなって良かった。いや、ありがとうございます。そう、だいぶね良くなりましたよ。びっくりしましたよ。こんなにも長く続くの久々なんでね、怖いですね。でも大丈夫、ちゃんと陰性だったんで、そこは心配しないでください。大丈夫だったんですけど思ったよりも長引いてるという。だいぶ戻ってきた。でも声、そうね、まあまだ完璧には戻ってないですけど、だいぶ戻ってきてるんで、はい、あとちょっとで戻るかなって感じですね。あ、ありがとうございます。 FF16、 おー、いいじゃん、ゲームいいね。シード、あ、そう、シード、ガンダムシード、私は一期は見終わりましたよ、ちなみに一期は見終わりました。一期見終わった、面白かった。初めて見たガンダム面白かったよ。あの、私はムーが好きだね。大佐少佐のあそこら辺がちょっとさ、ぐしゃぐしゃなんですけど、はい、自分は妖精でした。休んでくれ、ゆっくり休んでくれ、それはゆっくり休んでな。この前の兄様最高でした、ありがとうございます。そう、8月はね、兄様あったりしじみあったりと、はい、いろいろ8月もありがとうございました。敵キャラでもあれ、仮面の人、あのボス好きよ。名前なんだっけな、名前が、あ、クルーゼだ、そうだ、クルーゼ、はい。で、皆さんね、お、だいぶ集まってきた人が、ありがとうございます。兄さんもありがとう。しかもね、珍しいっしょ、私がインスタライブやるなんて。本当にインスタYouTube でよくやってますけど、インスタライブをやるのはいつぶりかな、いつぶりなんだろうねってぐらいいつぶりなんですけどマジで普段インスタを全然あの使いこなせてないんで、いまだにね。あ、そう、ラウルクルーズ、多分それだわ。そうね、で、なんか珍しいとこにいると思うやん、多分。どこにいるでしょう、皆さん、どこにいるでしょう。わかんないよな、わかんないよね、わかんないと思うわ。珍しいだろう、本当に珍しいからびっくりだよ。そうでしょう、びっくりでしょう。そう、まあ8月はね、あといろいろやってたんですよ。実はみんなには、あのね、みんなに会えるイベントは兄様とかしじみだったんですけれどしじみだったんですけど、裏でいろんなお仕事してまして、例えば何やってたと思う、何の仕事したと思う、みんなホワイトワークってなんだ、ちょっと私がわからないわ。会議室合ってるよ。 DD ではないんだな、 DD ではないんだ、だが会議室合ってる。家、こんな綺麗な家だった、すごいな、光り輝いている後ろが。あ、そう、まだだった。そうね、そうなんですよ。パチンコいや、パチンコも前番組やってますけど、違いますよ、ちょっと違う、一回そこ忘れてもろて。パチンコも仕事してますけど、違うんだ、みんな。例えばレコーディングしたりとか、例えば撮影したりとか、なんかね、そういうお仕事もね8月やってたんですよ、私
8月そういう仕事もやってたんですよ皆さん。実は皆さんが知らないところで、皆さんが知らないところでそういう仕事、もうパチンコのネタやめろ、そう、そういう仕事をしてたんですよ。はい、実はね、そうなんですよ。ってことで、あ、これ書くか。今日はなんと皆さんに、はい、あの明日のね、朝10時までに、はい、朝10時までにこれをね、ちょっと待って、どこら辺だったらいいの、ツイッターにね、ここ映ってる、ハッシュタグ、ギリギリ映ってない映ってないじゃねえか、映ってない、どこだ、ここら辺映ってる、これ映ってる、もっと左、もっとこれ、もっと、ちょ、全然映ってないじゃん、ここら辺、ん、もっと奥じゃない、もっと奥、もっと奥、うん、こ椅子の方に、椅子の、こっちここ映ってる、もっとこっち、ハッシュタグ見えてるよね、うん、これでかく書きすぎたらさ、多分こうはみ出ちゃうじゃん、ちょっと書いてる、だから反転してるって、反転してる、そんなもうどうしようもないじゃん、さすがに私反転文字書けないよ、反転してる？反転してるわ。一回普通に書いて、だから逆じゃない？こっちから下。一回普通に書いて、なんでツイートしていきました？そうしよう。まさかの反転するとは思わなかったよ。あれ合ってる？お情報あってる、うん、あってる、はい、解禁かけるよ、解禁はかける、情報の方が怪しい、やばい、はみ出てるかな、はみ出てない、はみ出てないけど右肩上がりの尻反転してるまあいいや、ハッシュタグ相良真由情報解禁をつけてツイッターで明日の朝10時までに何が解禁されるか皆さんつぶやいてください。そして当たった人の中から抽選で何かある、何かプレゼント、プレゼントあります、はい、当たった人の中から何かプレゼントありますハッシュタグ相良真由情報解禁をつけて明日の朝10時までに何が解禁されるのかをつぶやいた人の中から、当たった人の中から誰かに当たります、何かが情報解禁するとき情報解禁、まさしくそういうことです、情報解禁するとき情報解禁しました、今何でしょう、何でしょうね解禁される情報は一つですだからそれ当てて、あの何個もつぶやいてもいいよ、ちなみにあの一人一回とか決まってないから、何個でもつぶやいていいよ、何個でもつぶやいていいから、当たったら何か当たります、当たった人の中から何か当たります、ちょっと何回してもいいですよ。あ、そうそう、お知らせのお知らせ、告知の告知、そういうことです。明日の朝10時までに、何個でもいいよ。明日の10時には SNS とかホームページ。あ、そう、明日の朝10時にネタバラシってことよ。明日の朝10時にちょうど発表されるから、劣ってたってなるかね、どうかってことです。そう、明日の朝10時に発表されるんですよ、実際にね。そう、あ。すごい、お、大穴結婚って書かれてるそれ当たったらすげえわ、おもろすぎさあ何が当たるでしょうかおもろいな、そうです、はい、ぜひ、なんで皆さんハッシュタグ相良真由情報解禁をつけてツイッターで明日朝10時に何が解禁されるのか、ぜひぜひ、はい、皆さん当ててくださいおもろいな、あ、いろいろちょっとなんかもう大丈夫、大喜利みたいになってきてるよ、まあね、何が当たるかまだ言えないんで、明日の朝10時です、まあ、ちなみにね、すごいあのね、そう撮影したんですけど、めっちゃ可愛く撮ってもらったんです、あの写真明日出るの、出ないんですか、あれは出ない、1枚出る、
1枚出るらしいよ明日。あのさ、自分で言うのもなんだけどさ、こう自分で言うのもなんだけど、こういう相良さんもいたんだなみたいなこういう相良さんもいたんだなみたいな、素敵なね、素敵な撮影をしたんですよ。びっくりしました。やっぱあれなんだなって、あのメイクとカメラで人って変わるんだなっていうのをね、多分皆さんも感じてくるんじゃないですか、わかんないですけどね。ぜひぜひそちらも。結婚って言ってる人は何の撮影なんですか、ね、やっぱウェディング、ほら最近入るじゃないですか、なんかあのね、哲也とかね、あの高田みなみさんとかもやってるじゃないですか、あの僕たち結婚しましたって撮影がっつりしてるじゃないですか、ね、そういうことかもしれない。可能性はなくはないぞ。痩せたって何の撮影どういうことよ。 あれあのなんだっけ、ダイエットのやつね、なんだっけ、チャランチャッチャラ、なんだっけ、ライズアップか、ライズアップみたいなこといやーまだわかんないよ。まあ正解は明日の朝10時なんで言わないですけど、ヒントか、ヒント、え、でもだいぶヒント言ったけどな今なだいぶヒント言ったけどな。そう、ちなみに今日はそのお仕事でここのね会議室でね打ち合わせをしてました。そう、どの会社さんかは言えないんですけど、まあ、それも明日出ることでしょう多分ね。すごいすごいですよ、もう私はめちゃくちゃ早く言いたいもん、まさか、みたいな、めっちゃ嬉しいって感じ嬉しいわーみたいな感じです。あとで会社のロゴの前で写真撮りましょう。あ、撮りましょうね。私ここと仕事するんです言っちゃいたいもん、言っちゃいたいけどぐらい、皆さんも絶対知ってる、絶対知ってるし、私がこんなに嬉しいっていうのをよくわかると。そう、あのそれも明日出ると思うそうなのよ、まさか私がねこうね、このお仕事しててね、こんな素敵な会社さんとお仕事できることになるとは思ってなかったですよ。もうめちゃくちゃ嬉しいですよ。そう、この 入るのも大変だから、このビル、自転車、私のコラボ自転車どういうことやね、ママチャリが結構何でも可能性あるの面白いよね、ここまでいろんな丸半かなやめろ、やれよそれ、やめろそうなんですよ、まあ、まあ明日の朝10時に、すべて皆さん朝10時にね、ぜひあのタイマーでもアラームでもセットしといてもろて三強とかなんでさ CR 多くない、やめろ、まあね、私も確かに、あでももしかしたら これがうまくいったらいつか CR の可能性出てくるかもしれない。あ間違ってはないかも、もしかしたら長い将来 CR 相良真依を目指すとしたら、この仕事は関係してるかもしれないいやどういうことやねん、うん、可能性あるね、もしかしたらね、この仕事がこう続いていくかもしれないね。10時にアラームは会社で鳴らして、会社の皆さんに、ね、皆さんの自分の会社でね、その10時に解禁されて、うちの推しがっていうのをちゃんと言ってくださいうちの推しがって、あの周りにも宣伝してください。関係してまあ小まあうーんすごい細い道をたどれば関係してくるかもしれない、いやまあどうなんだろうな、分からんけれども、そうだいぶ適当なこと言ってます。そういや私もほらやっぱね当ててほしいけど、そんな簡単には当ててほしくないからな、そうそんなに簡単には当ててほしくないから、でもだいぶ言っとるけどな、だいぶ言ってますけどね、はい、あぜひぜひ明日昼の打ち合わせでみんなに周知しといて、もう昼には出てるから、なんで皆さんぜひハッシュタグ相良真依情報解禁をつけて、明日の朝10時に何が解禁されるのかぜひ皆さんつぶやいてください。もう何回でもつぶやいていいし、あの周りの人にもね、ぜひぜひお友達とかにもぜひあの広めてもらえれば、簡単には当たらない、いや簡単に当たるやろ、いや当たってくれよ、当たってくれよと思ってるよ。やばい、みんな深読みしてきてる、ちょっと深読みしないで、じゃ深読みしないでいいよ、深読みしないでいいよ。 KPF って、あ、北九州のやつですねちょうど出てましたね、行きたいな私も、私もでもね
行きたいなって気持ちあるよ。キューピー当たってくれよ、さすがに。じゃあもう正解出てんの？いや出てるでしょ、さすがに出てるよ。そんな待って、そんなさ、あの何深読みしないで、マジで。そんな深読みしないでいいよ、深読みしないでくれ。8月にいろいろやってたんだよって話から始まったでしょ、レコーディングしたりね、撮影したりしてたんですよ。もうこれでわかるでしょ。そういうことです。はい、まあなおね、私があのちょっとこうなってしまったせいでいろいろあれはしてるんですけれども、でもね、いやいやいや、いいもの撮れましたよ。みんな深読みしてんじゃん。ガンダムに乗りますか？乗りません。乗りたいけどね、いつか乗りたいよ、いつか乗りたいけどね。いや、匂わせに気づかなかった。何人かさ、マジでご報告だと思ってる人いるの、おもろいなじゃん。大丈夫、今のとこは何もない。そっちに関しては何もないよ。さあ皆さん、ぜひつぶやいてくださいね、よろしくお願いします。ちなみに9月はもうなんだ、今週末もいろいろあるし、今週末は真夜間にもあるし、お外ゲームもね、リスケしていただいた毎日のおすゲームもありますし、 FFF もありますし、来週末はわっちゃプリマジの朗読劇も金度終わって、長野のアニエラも出るし、もう盛りだくさんよ。9月末は、あ、温泉娘のね、あれですよ、バスツアーもありますし、もう盛り盛りよ、盛り盛りでございます。ちょっとね、盛り盛りなんで、ちゃんと体調直してね、皆さんに会って楽しい時間を過ごせるように、私もちょっと感じさせるように頑張りますね。え、でも本当にいろいろ楽しみね。個人的にはバスツアー初めてやるからさ、めっちゃ楽しみ。なんかいろいろマジの盛りだくさんらしいからね。なんか盛りだくさんすぎてすごいことなってるけど、それは痩せる仕事ですか。あ、でも痩せようっていうモチベにはなる仕事かもね。そうそうそう、モチベーション高いわ、痩せるためのモチベーション。やっぱさ、こう素敵なものにしたいやんみたいなね、感じでございます。いやそうなんですよ、今回は本当に9月もモリモリだし、まあ明日発表のやつで、あ、そうじゃん、なんかそうそう思い出した、去年はさ写真集とかあってさ、なんか結構ね、みんなに会える機会がいっぱいあったけど、だ今年さ、まあ、イベントとかは多いけど、なんかあんまり1対1で喋る機会とかなかったじゃん、まあ、そういうのももしかしたら明日の発表で、あれ今年全然ないと思ってた、あれもしかしてみたいなことがあるかもしれないですね。もしかしたらね、みんなにたくさん会いに行ける機会が増えるかもしれないな、もしかしたら。もしかしたらね、そのイベントじゃなくて1対1でこう話せるような機会が皆さんにあるかもないかも。あるかもないかも。そんな感じやな。貯金しといてもらいたいですね。貯金ね、そうね、そうですよ、だからたくさん会いに来てもらいたいから、みんなちゃんと貯めといてね。何とは言わないけど、ちゃんと ボーナスも貯めといてね。そうだよ、もしかしてお泊まりって。どういうことよ。そうそう、やっぱね、ほら、あのいっぱい会える機会をね、私たちがいっぱい作ってもね、結局あの皆さんに来てもらわないとね、そううまくなら、あのあれがあれしないで。でもまだ、だから明日発表なんで、まだまあまあまあ、そんなすぐ何かがあるわけじゃないんですけど、そんなにすぐ何かがあるわけじゃないんですけど、いずれ来るその日に向けて皆さんぜひ、はい、あのいっぱい会える機会を私は作りたいと思って、私結構さ、そういうの好きなタイプや、みんなわかってると思うけど、私のことをね、知ってくれてる皆さんは、私がそういう、なんだろう、みんなと話すの好きってのをさ、分かってると思うから、まあ、だからできるだけみんなと話す機会を、あの、設けたいタイプの人間なんですよ。設けたいタイプの人間なんで、設けるんで、みんな会いに来てください。
そう、あの機械は作るんでね、機械は作るんですけど、来てもらうかどうかちょっとあの何て言うんでしょうね、皆さんにかかってるんで皆さんのお気持ちなんで、そうでございますそう、そういうことよ、よろしくな。まあ、全ては明日、全ては明日分かるんで、今までの話を聞いて、あ、これかなって思った人はハッシュタグ相良麻衣情報解禁をつけて、ぜひ明日の朝10時までに予想をつぶやいてください。予想をつぶやいてもらって、当たった人から何か、当たった人の中から何か当たりますいっぱいあるのしね。そう、やっぱ去年はね、やっぱ写真集とかあるとさ、こうやってなんかみんなとおしゃべりできる機会、関西とかも行ったりしたけど、やっぱそういうのがないとね、あんまりイベントはあっても実際直で喋るってあんまないからさ。まあオンラインとかやってるけど、毎年やってるやつもあるけどね、直で会うのは なかなかないから、まあ、個人的にはいろんなね、全国各地に会いに行けたらななんて勝手に思ってますよ。言っとけば叶うと思ってるんで。でも言っとけば叶うかもしれないような状況になってきてるってことですから、皆さんよろしくお願いしますよろしくお願いします。そういうことです。前までは言っててもね、なかなか実現しなさそうだったけど、実現しそうなところまで来てるっていう感じですね。そうなんでございますいや、凱旋したいよ、凱旋したいと思ってるよ。京都に行こうと思ってるよ。いや、京都やっぱ外せなくない？そういう時はね。なんだって、京都の旅楽しみ、京都の旅、関西の旅楽しみしててくれ分からんけど、でもまあ京都はあるでしょ、さすがに。はい、秋の G1 で稼ぐかおいおい、ギャンブルしようとしてるやついるぞ。いるね。まあ全ては明日情報が出ると、はい、あの、もうもっと全てのこと言えるんでいやー、だから今日は情報解禁するっていう情報解禁なんで、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ちょっと反転してるけど、ハッシュタグ相良麻衣情報解禁をつけて、ぜひ皆さん予想をつぶやいてください。はい、本当はさ、これ今ツイッター見ながらやりたいんだけどさ、私の携帯だからできないからさ、ちょ、後であのインスタライブ終わってからみんなのあの反応見に行くわ。はい、反応見に行きます。まあなんで今日インスタライブしてるかって、そういうことです。明日の朝10時に出ちゃうからね言っちゃえば出ちゃうから今日やんないと、無言のまま急に明日情報出たらやばいやん、どうしたみたいになるから、そういうのもあって今日やってます。はい、そうなんでね、あのぜひ皆さんつぶやいてください。自分のスマホで印刷使うとまた事件起きるぞ。何のことだ、起きねえぞそんなことあれはね、大丈夫です。ここに自分の画面だけど、こうカメラだから、あのあれじゃないから、スマホの画面じゃないから大丈夫だよ。2台3台持ち、いや私も iPad あるんですよ。それはそれで面白かったけど、ああ何も言わずに急に明日の朝10時にポンってなんか出るみたい、怖すぎたやだよ、私がヒヤヒヤするよ。ちゃんと松浦さんに言われました、ちゃんとあのお休みモードにしとこって言われて、お休みモードにしてます何も来てません、お休みモードにしてます。大丈夫ですよ皆さんそうなんで、皆さんぜひあのハッシュタグつけてね、たくさんつぶやいてください。たくさん皆さんがつぶやいてくださることにより、あれなんか相良やってんなっつってね、あのキーリをなんか見つけて気になってポチってしてくれる人もいると思うので、はい、明日の朝10時です。ちなみに朝10時皆さん仕事してるかな、多分もう学校も始まってるもんね。個人のツイッターで発表ですか、うん、いやそんなこんなちっちゃいとこじゃないですよ、もっともうバーンって感じですよ日本にバーンって感じいやマジでなんか伝わるかな、そういうのじゃない、朝10時にもうバーンバーンって感じ、もうそんなツイッターでピョンじゃないよ、バーンだから、わかる、そういうことです。はい、バーンって感じにバーンってなるんで、あのなんかいろんな各所でバーンするんで、はい、そういうことです。そうそういうことよ、夜勤終わる頃、あーそれいいね、お仕事頑張るモチベーションになってくれるんじゃない、
はい、日本中世界中にバンするんでよろしくお願いしますさあそんな感じですよ。まあだからまあまあとりあえずあれじゃない、なんか適当にもうしとけば出てくると分からんけどな、分からんけど私もああいやでもだいぶ治ったな。なんか昨日はさまだちょっとあれ怪しかったんだけど、だいぶ戻りました声も。やはりご報、まあ、ご報告っちゃご報告じゃない、大切な皆さんに大切なご報告ありますご報告っちゃご報告やな。10時になったらトイレに行く、あそれいいじゃん。仕事の人もね気になると思うね、なんとか朝10時に、はい、やってください。もうなんか関東地方のトレンドに上がってる、嬉しい。ちょっと見れないから分かんないけど嬉しい、見れないから分からんけど嬉しい、ありがとう、みんなのおかげです。いやでも本当に明日のお知らせできるのはもうね皆さんのおかげなんでね。そうなんですよ、まあ、まだ言えないんですけどまだご報告できないんですけど皆さんのおかげなんで、はい、まあでもこれからもねたくさんみんなに楽しんでもらえるように頑張っていきたいなっていう、熱に燃えてますよ。熱に燃えてるところでね風邪ひいちゃったからちょっと最悪だったんですけど、もうそこに関してはもう仕方ないからなんとかね直すしかないんで、はい、ちょっと頑張りますけどそこはね今の気持ちを誰に伝えたいですか。難しいなその質問。いや誰だろう、え、むずくないその質問。誰でもやっぱみんなに言いたかったよ早くね。でもねもう本当にあのなんだろうな、ふわーってもうすごいすごいスピードで今ここにいる私は、この9月にもうなんかねパパパパパポーンみたいな感じなのよ。そのゆっくり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 今ですじゃなくて、なんかもうすごい階段を駆け上がっていくスピードの感じで今ここにいるんで、なんか正直私もまだねあんまりいろんな実感はしてないんですけど、とりあえず明日まあ出ると実感湧くかなみたいなね感じしてますね。両親ちゃん、あ両まあそうなんですよ、両親両親にも言いたいっちゃ言いたいけど、でも両親は別にねあのなんか昔からそうなってほしかったとかそういうわけじゃないからな、なんか違うかもしれないなんかどっちかというとやっぱ応援してくれてるみんなじゃないね、そんな感じですよ。松浦さんじゃないですか、松浦さんもありかもね、確かにそれはそうかもしれない。そうなんですよ、だから今すごいねまだねなんかすごいなんだろうな、あのいろいろふわふわしてるんですけど、まあ、だからこそここからいろいろねやっていけることあると思うんでね、まあとりあえず明日ですよ皆さん、明日よろしくお願いしますみんなつぶやいてくれてる？ちなみに明日の朝10時だから朝9時59分までは申し込みっていうかつぶやき有効なんで、ぜひ皆さんいろんな人にも言ってもらってつぶやいてください、お願いします。はい、そろそろやばい、私何時までできるの今日ここ、もうそろそろ締めてほしいってね言われましたこの後もねいろいろあるんでね、はい、あのことを考えるとそろそろ締めなければいけないらしいでございます。とりあえずみんな分かった、明日の朝10時に発表がありますっていう発表発表がありますっていう発表今日してます。明日の朝10時になんかポーンってねいろんなところから発表されるんでよろしくお願いします。でそのね発表内容を皆さんに当ててほしいんですよ。ツイッターでハッシュタグ相良舞情報解禁をつけて、明日の朝10時に何が発表されるのか皆さん予想してツイートしてください。何個でもいいです、それはもう何個でもいいですよ。で当たった人の中からなんかプレゼントあります、なんでぜひ皆さんたくさんつぶやいてください。はい、楽しみにしてる、いやー嬉しい、私もみんながどういう反応してくるか楽しみにしてる。個人的に、まあ、何が出るかちょっと私もね私詳しくは分かってないけど、多分写真が出るらしいんで、まあ、写真はマジで楽しみにしてほしい写真も楽しみにしておいてほしい。どうしよう、文春だったらちょっとやめてくださいよ、文春とか言わないで、今タイムリーなやつ写真が出る、写真が出るって、ね、確かに写真が出るって言い方したらさ
てるんで、明日10時に写真が、明日10時に写真が出ます。本人に任せておいて、やめてくれはい、まだ写真が、写真が出ますもうじゃこの言い方したらなんかもうさ、なんか出そうじゃん。で、出ない。いや、知らないよ。私は文春さんの動き知らないんで、うちの十字に被せてくる可能性あるかもしれないですけど、なんもないけど、もしかしたらね、わかんないよ。お、こん面白そうなことやってんな、つっての。いや、それはない、ないと思うけど、あったら笑っちゃうわ、マジで。いや、やめてほしい。もう、いや、そう、普通にあの、写真がね、いや、写真があったらもうおかしいから、マジ。撮影した。撮影綺麗に可愛く綺麗に撮影してもらった写真が出るんで朝10時に。あんな相良さんもいたんだですか確かに全部フラグみたいになってるじゃないですか。あんな相良さんもいたんだって皆さんに思ってしまうかもしれないあーおもろ。いやでもね、あんな相良さんいたんだって皆さんもなりましたもんね、うん、ほら皆さんもなったって、スタッフの皆さんもあんな相良さんがいたんだって思ってくださったらしいんでそう、皆さんがあんまり見たことがない相良さんが多分見れると思うかな思うんで、はい、ぜひ皆さんハッシュタグ相良まで情報解禁をつけて、はい、あ、何個でもいいんでね、ほんと当たればいいんで、何個でもいいんで明日の情報解禁について予想をつぶやいてください。ということで、じゃあ皆さん明日の朝10時をお楽しみに。いいですか、拡散もよろしくお願いします。さあということで、はい、明日フライデーか、やめろ、金曜日やめろさあということでね、はい、そんな感じでございます。じゃあ皆さん明日の朝10時をお楽しみに。バイバイ、ありがとね、見に来てくれて。あ、これアーカイブ残すんで、はい、多分アーカイブ残るはず。アーカイブ残し方分かってないけど残ると思うんで、よろしくお願いします。じゃあ明日お楽しみに、バイバーイ。どうやって終わるの？うん、うん、あ、罰で罰をして、え、これ終了しちゃっても大丈夫？終了